相手が今度すごい刺し強くて刺してきた時に浅く刺して、こっちが刺しに付き合わず浅く刺して、で基本的な技3つやりますけど、それを中心としてどういう動きをするかっていうのをやります。最初、捨て身っていう技をからやって、その後体落としで、カニバサミ、この3つの技を使ったコンビネーションをやります。で最初体落としやります。最初相手が刺しに来た時に、このまま刺しに付き合っちゃうと刺し負けてしまうことになるんで、しっかりと脇を締めて、で肩を得意な方の手を浅く刺します。で浅く刺したらこのまま正面ではなく後ろの方に回ります。なるべく相手のサイドにつくように、これは動きの中でサイドを取る、これ簡単に多分取れないと思うんですけど、これをうまく後ろを通るように自分の立ち位置とか考えながらやります。で取った時点で最初捨て身をやります。捨て身、相手の横についたらまず横から手をクラッチして、で相手の後ろ足の方に足をかけながら後ろの方に倒れます。でこの時すぐこの足このままだと相手に立たれたりするんで、こっち側に襟とか切られたりするんで、はい、まずこれこのまま相手を倒したら必ず足を横に引いて抑え込みます。じゃあもう一回やります。じゃあ刺してきたところからです。体落としです。さっきの状態から後ろの捨て身の場合は相手の体重がさっき後ろにかかったんですけど、今度相手の体重が後ろにある前の方にかかってる場合に、この場合はこのままだといけないので、このままも状態が悪くなってしまって投げられたりとかしてしまうので、しっかりと体全体を相手の足の方に向けます。でこの時にこっちの道着があれば道着を持ちます。道着がなければ肘の下を持って、でそのまま前の方に投げます。もしくはこっちの手を、相手がこっちの手道着でも肘も持たせてくれない場合もあるんですけど、こういう時はもうそのまま首の方に手をかけて投げます。じゃあ取ります。じゃあ今度後頭部の持った方でやります。カニバサミやります。今度相手の足が遠い時に、相手が足離してきた時にカニバサミをやります。カニバサミなんですけど、このまま飛びついちゃってもいいんですけど、これ倒してこのまま足かにいたりとかもあるんですけど、相手がこの分起きやすいんで、そうですね、グラップリングだったらこのまま下からまたコントロールしたりとかだったらいいんですけど、総合格闘技なんかなるべく上を取るやり方、でやりたいので、ちょっと手をつくやり方になるんですけど、それをやります。まずさっきと同じ体勢から、今度相手の足が離れた時で、この時にまず一歩さっきの、体落としのように足を前に出しながら、で今度こっちのロックしっかりしながら手を軽く突きながら倒して、このまま前の方に回転しながら、で足換を決める場合もそのまま決めちゃってもいいですし、そのまま上に
回ることもできます。流れで今のですね、上を取る、壁に手をつけるっていうのをやったんです。これも、もう一個大事な点があって、手をつけずにそのまま勢いだけで行った時に相手がその、相手の方がスピード速くて逃げちゃった場合に、もうかけることはできないし、このまま下になっちゃうことになるんですけど、手をつけてれば自分の力をコントロールできるんで、これで相手にこれで逃げられたとしてもすぐにまた刺しに行くことができます。ちょっとこれ流れてみます。今度この技のコンビネーション使い方をやります。最初、捨て身からのコンビネーション。捨て身、相手の足が重心が後ろにあってかける場合にかかるんですけど、捨て身に行った時に相手が前に足を出した時、その時に体を前に出して、前に出して体を締めます。したら、投げ落としじゃないんです。前の方に足を引いてください。で、今度捨て身行って、で、相手足に前、足を前に出して、で、谷落とし行った時に相手が足を向こ、遠くにかからないように離した場合にカニバサミをやります。このまま谷落とし途中まで行くようにして、で、カニバサミをやります。これを流れてます。ちゃんとそう、足をこれかからないように足遠くすればいいんで、はい、ちょっとかからないですよね。で、これ投げようとしてもこっちも投げれないっていう感じで、もう一回いきます。で、今度また最初に戻るんですけど、カニバサミ谷落とし行って足を遠くしてしました。して、で、カニバサミ行こうとしたら今度相手が後ろに足を引きます。はい、そしたらこれカニバサミ行けないので、また今度後ろに体全体を戻して、で、捨て身に戻します。で、こういう感じの流れでやります。で、今最初、谷落としから全部通してやります。最初、谷落としを、捨て身を谷落としで前に行って投げて、その後、カニバサミで、カニバサミを捉えていただいて投げます。